はい、こんにちは、勝又です。さあ、今日はこれはやらないですね。街を守るためにはポケモンバトルも強くなきゃね。探しに行きます。ズシュー、エリアを選んでね。いない。選んだエリアの決定、ポケモン探しに。ザシアン、ザマゼンタを使っていきたいと思います。野生のポケモンの気配がするぞ。バレリアル、野生のさ、サポートポケモンチケットを持っていたら3枚、3枚使っちゃう。あれ、ボタンで決定。あれ、どうした、ボタンで決定。どれかどれか分かんなくなっちゃうよね。ちゃんとタグ置いとかないと。全部一緒だもん。スペシャルピカチュウ。バトルスタート。ということで、1ターン目、相手のポケモンが攻撃してきそうだ。ってことは先に攻撃できそう。まあどれでもいいか。ザマゼンタでいきましょう。味方の攻撃、はてなはてなチャンス。ポケモンが近づいたら止めろ。はい、ボタンで止めろ。成功。あ、ミスった。決めろ、連続攻撃。やば、ザマゼンタ片手で間に合わねえな、多分。あ、居住弾長いから間に合う。その調子ね、長い。今一つ、今一つ、今一つ、今一つ。あー、いまいちだな、やっぱり。抜群じゃないとダメだね。効果は抜群だ。うわ、一撃、さすが抜群。やられちゃいましたね。ボタンで決定。さあ、エース版ピカチュウよ、もうスペシャルピカチュウ。これでまた使えるのかな。多分俺使えないと思うんだよね。相手のポケモンが攻撃してきそうだ。ザシアン行ってみよう。先に攻撃できそう。多分ね、無理だと思うんだよな。ほら、やっぱり、やっぱ1試合に1回の本当プレイに1回までだね。さあ、ということでやられました。全員ダメでしょ、これ1人耐えた。最後のターンだったんでバトル終了ですね。はい、ということでザマゼンタはあんな感じでございました。それではまた明日。